パプレクシティがあの予測史上、ポリーマーケットと提携したという、これ、何でもない話なんですけど、うんうん、実は大きな潮流のきっかけになるんじゃないのかなと思って取り上げたんですけどもいろんなところ、オープンソースで出してきて、うん、そこでファインチューニングをするみたいな流れが今、できようと。うんうん してるんで、うん、それをいやこっちの方が楽だし安いよみたいな感じで <laughs> 言ってなので止めようとしてるアンサーエンジンオプティマイゼーションみたいなのがこれから進んでくるんじゃないのかなとシリコンバレーに住んでる人が、うん、SEO の会社が目売りし始めたみたいな話をしてたんですよね去年ぐらいから結構ラグっていうのは流行っててここに来てなんかファインチューニングの話も出てきているんですけども3つ目の選択肢としては、うん、コンテクストウィンドウが大きくなったんでそこにデータ入れちゃえば いみたいな1回の応答あたりどんぐらいのコストをかけるのかみたいな多分そこのシステム設計ビジネス設計で使い分けるんじゃないかな小さなニュースがこれからめちゃめちゃ大きな傾向となっていくという潮流となっていくということがちょっと起こった週だったのかなと思うんではいこんにちははいこんにちは今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします今週特に大きなニュースとか っていう感じでもなかったんですけど、うん、でも何か大きなその潮流を示すような出来事がいくつかあったかなと思いますねですから一般的なニュースとして大きなニュースがあったかって言うとないんだけどでもその小さなニュースがこれからめちゃめちゃ大きくなって 大きな傾向となっていくという、潮流となっていくということがちょっと起こった週だったのかなと思うんで、これはやっぱり遠藤さんに解説してもらわないとみんな見逃す話だと思うので、ちょっとやっぱり取り上げたいなと思うことをいくつか集めました。じゃあ早速、今週のテーマ、はいはい。まず軽量モデルの開発競争がやっぱりね、進んできてるなこれ多分一般メディア的にはほとんど取り上げられてない話だと思うんですよね。 大規模言語モデルの競争が面白いのでね、そっちばかり取り上げられるんですけど、実はビジネスパーソンたちにとってはこちらの方が重要なのかなとか思います。うんうん、特になんかマイクロソフトのファイですかね、これがなんか結構いろいろ評判を呼んでるみたいなんで、そこをちょっと遠藤さんにも解説してもらいたいなと。でグロックのジスティルウィスパーとこ,こにありますけど、これちょっとね、やりませんというか、なんか情報が消えてたんで、何がっ。そうなんですよ。なんかサイトが消えてしまいまして。 そうですよね。うん、なんかうまくいかなかったのか。ということで、うん、一応、ちょっと話題になったんですけど、うん、やりませんということで。で、あとは AI と Web3 ってどう絡むのかっていうのは、以前から結構話題になってるんですけど、ひょっとすると、これって AI と Web3 の,の絡みの最終じゃないかなと思うことが起こったんです。それがパープレクシティという、まあ、人気生成 AI エンジンですよね。うん、それと予測市場のポリーマーケットっていうのが提携したという、うん、これは本当見逃しそうなニュー ニュースなんですけどこれがその大きな波になっていくんじゃないのかなと思うのでちょっと遠藤さんにも見ていただきたいなと思いましたいやこのニュースを AI と Web3 で引っ掛けてくるっていうのはすごい湯川さんになれな,なと思いました、ね。ななかなか2でしょなかなかす。<laughs> で注目インタビューは少し前なんですけどラマ3 1 t の出たときにマーク・ザッターバグさんがインタビュー出て、これ結構ね、本当に面白い話がいっぱいあって、これはもうぜひみんなに動画を見てもらいたいなと思うんで、ちょっと,ちょっと長くなるかもしれないんで、ちょっと端折りながらするしかないかなと思うんですけど、ちょっと動画を見て、えっと、遠藤さんにも意見いただきたいなと思います。はいで、その他のニュース、その他話したいこともちょっとあるので、えー、最後にお話したいと思います。という、こんな感じでいきましょう。はい。ということで、早速。 マイクロソフト。ファイですね。なんかミクスチャーオブエクスパートモデルとかでよくわかんないことが出てくるので、その辺ちょっと遠藤さんに。軽量モデルですよね。マイクロソフトのファイというのは。多分、オープン AI 系じゃなくて、マイクロソフトが独自に開発したやつだと思うんですけども、これが結構評判になってるんですよね。で、割と一般の人ってオープン AI とマイクロソフトって、 組んでるんじゃないのかなって思ってる人結構いらっしゃるんですけど、直近の株主総会でのレポートには、競合相手として OpenAI が入ってた、マイクロソフトの競合認定してたということでね、やっぱりまあ協力し合うとこもあるけど、競合でもあるということで、自分たちでしっかり小規模モデルを作ってきてるということですね。これ、この MOE ってついてるのがま特徴的な。 ところなのかなと思うんですけれども。ミ、はい、クシャー・オブ・エクスパートですかね。そうですね。ミクシャー・オブ・エクスパート。まあ、このスライドにもありますけど、ミ、はい、クシャー・オブ・エクスパートって何っていう。LLM っていわゆるニューラーネットワークっていう、うん、最近はまあアーキテクチャ的にノーポイティーにかもしれないですけれど、まあ、一応ニューラーネットワークと呼ばれてるもので、普通ニューラーネットワークってデータを全部入れたら、 ネットワークの中を全部通すんですよね。なんで、はい、ネットワークに対してな何かわかんないですけど、プロンプトとか入れたら、それをネットワークを全部バンと通るんで、ネットワークがでかいとそれだけ。 計算コストもかかったなるほど、なるほど。これ何層もあるんですよね。ディープラーニングみたいに何層も今何層ぐらいあるんですかね。昔は何十層ぐらいだったんですけど、もっとあるんですかね、今。まあ、それをずっとデータを入れて出力データが出るまで全部順番にこの層を経由していくわけですね。何層も何層もね。そうなんですよ。それで結構計算量が多いんですけど、ミクシャー・オブ・エクスパーツっていうのは何かが得意なちっちゃいモデルみたいなやつがこう、 中でなんかこう得意領域みたいなものがあって例えばなんかこう数学に関するもの、はい、インプットみたいなのがあったら、はいはい、数学が得意な領域だけ使って計算するみたいなそういうことをするみたいなんですよね一つのモデルの中にこの専門家みたいな小さなモデルがいくつも入っているということなんですかああそうですねコンセプト的にはそういう感じですああなるほどねはいそれでこの小さいモデルを軽量モデルを それぞれなんか特化型の得意とする軽量モデルをいくつも組み合わせて大企業のシステムを作るという考え方もあるじゃないですかそうではなくて一、はい、つのモデルの中にその専門家の小さいモデルがいっぱい入ってるみたいな感じなんですよねあ,あそうですこれに関してはそういう話かな、うん、と思いますね、はい、なんでそういうものをなんかそういうあのアーキテクチャっていうかまあそういう構成になっていて、うん、軽くて高品質でできますみたいな そういうものなのかなと思いますね。はい、こ,のこれがあれですよね。一応オープンソースの MIT ライセンス。うん、で、こ,この MIT ライセンスっていうのは、あの、比較的柔軟というか、比較的優しい感じのライセンス。寛容というか、はい、自由に改変したりですとか、はい、個人でも商用でもだったりできますし、はい、あの、逆にこのソフトウェアを提供した、書いた人に、うん なんかこう責任がないみたいな、だからこれを使って、問題とかしても責任は取りませんよみたいな、うん、ただ自由に使っていいし、関演してもいいですみたいな、なんかそういう比較的緩い感じ。えー、あなるほどるあの、オープンソースライセンスでもかなりなんか縛りが厳しいものと縛りが緩いものがあって、うん、これはどちらかというと、かなり縛りが緩いものの方に入るライセンスということですね。はいはい、あなるほど、はい なんかマイクロソフトって結構縛りがきついところに従うようなイメージなんですけど、割と緩いのを出してきたわけですよね。あそうです。まあでも、機械学習系だと結構 MIT ライセンスも多いとい。あそうなんですね。はい。あのプロジェクトで使うときは基本 MIT になってるやつで、うんはい、どこかちょっときつめのやつだと使えないんで。はい、了解です。まあなんかこういうのが。 いっぱい出てきてると、先週もね、なんか軽量モデルがいっぱい出てきたって話をしたんですけども。うんやっぱ やっぱりこういう流れですよね。なぜかというと、最先端の大規模言語モデルっていうのはもう大学生レベルの児童になってるんで、ビジネスに十分使えるじゃないみたいな感じですよね。以前はね、やっぱり高校生レベルだったので、ビジネスにまだ使えないという感じだったんですけど、大学生レベルになればね、あと細かなことを教えればビジネスに使えるので、だからどんどん使っていこうということで、別にその次の 博士号レベルとか、え、教授レベルの知能までいらないので、ビジネスには。だからもうこの段階になったから、うん、こういう軽量モデル、こちらの方が安い、運営コストが安いとかね、小さいので早いとかそういうメリットがありますから、もうこれを使っていこうというのは、まあそれだけ LMM が賢くなったということですかね。言語モデルが賢くなったので、みんな、あの、軽くて安いものをどんどん作っていこうというフェーズに入ってきたのかなという、そんな感じですかね。 そうですねあの昔は、例えば GPT の3.5とかをすごいチューニングして、うん、なんとかこうまく乗りこなそうみたいなことをよくやってたんですけれども、今もう4 m i みたいなのがあるんで、うん、相当もう賢いやつがもう安く、軽く使えるんで、あ,あとは本当にそれを用途別に、ちょっとチューニングするなり、なんなりすればもう十分ですし。 まあファイとかそれよりもっと軽いんで、うん、もっと用途限定ですね、もっと知能的な推論能力とか、例えばそんなにいらないケースとかもあるじゃないですか、これに関してこう反応してくれればいいけど、プログラムでコードルールとしてプログラミングするのは厳しいみたいな、うん、こないっぱいあると思うんですけど、そういう短機能としての、まあ、こんぐらいのサイズでも全然十分なるんですなるほど。やっぱりこの小さいモデルでは難しい用途ってなん。 ですかねその、やっぱり大規模言語モデルが、ここは必要だよというのが必要なのは、例えばパープレクシーの場合だったら僕、僕はあの、パープレクシーってどんなモデル使ってるかっていうのを一度インタビューで見たことあるんですけど、ユーザーからのプロンプト、ユーザーからの質問っていうのがめちゃめちゃわかりづらい。人によって詳しく説明する人もいれば、短い文章で聞いてくる人もいるので、相手が何を求めてるのかわからないので、そこはかなりその論理的思考が必要なので、そこに大規模言語モデルを当てていて、 その後何か検索してくるであるとか2つの文章をまとめるであるとかそういうのはも,うもっと軽いモデルでやってるよみたいな話をしてたんですけどやっぱり大規模モデルと小規模モデルの使い分けっていうのはそんな感じなんですかね遠藤さんだったら小規模モデルと大規模モデルの使い分けってどんなところにあると思いますあでも実際今言ったような話かなと例えばラグとか使った企業検索とかですと最近だと何段階かに分かれてるところがあって まあ、例えばユーザーの質問が一行とかでちょっと書いてあった時に、あの、マッチングしづらいんで、簡単な軽めのモデルで仮の回答というか仮説の回答みたいなのを作った上で、それに近いものを引っ張ってくるみたいなことをやるんですけど、それはあんまでっかいモデルじゃなくて、ちっちゃめのモデルで仮の答えを作るみたいなこととかやりますし、あとなんかこう引いてきたものをちょっと調整したりするのもちっちゃめのやつでやって、で、最後にちょっと 引いてきた情報をデカめのやつで処理して回答を作るとか、なんかそういう組み合わせとか、やるかな。あ,なね、あとはその、すごい一般的な話ですけど、例えば検品みたいなやつとかって、これまではそれ専用のモデルで作ってたわけですけれども、うん、そういうのもこういう、なんすか、比較的小規模のやつで、その決まったことだけ、ちょっと機械的にやるみたいなやつに、すごい博士号レベルの推論能力、水論の力 別にそんないらないわけじゃないですか。どっちかっていうと、ばーっとなるくるやつを、もうか軽く、パッ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 てやってもらって、ね。はいはい。そういう時はやっぱ。 あとなんかねあんまりこれも話題になってないんだけど結構僕重要だなと思うのはぐるぐるモデルを回すということだと思うんですよ。うん、ぐるぐるモデルというのはデータが増えれば AI が賢くなって AI が賢くなったらユーザーが増えるので、うん、余計にデータが増えると余計にデータが増えると余計に AI が賢くなって。 AI が賢くなると、余計にユーザーが増えてデータが増えるという、これがぐるぐるぐるっと勝手に回り出すと、どん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 賢くなっていくというのが、この企業の競争力になるというふうに一部で言われているわけなんですけども、大規模言語モデルを使えばですね、AI が賢くなっても、それは例えばオープン AI の大規模言語モデルを使ってると、大規模言語モデルが賢くなって得するのはオープン AI なんですよね。 企業じゃないわけじゃないですか。だからそこはこれから勝負の分かれ目がこのぐるぐるモデル回せるかどうかにあるというふうに言われているので、そこのところやっぱり自分のところの言語モデルを作らないといけないんじゃないのかなと思うので、そういう考え方でやってるかどうか、やってる人がいるのかどうかわかんないですけど、そういうのが結構これから重要になってくるんじゃないのかなと思いますね。やっぱりぐるぐるモデルを回して、他者との競争で勝つためにはやっぱり自社モデルを作るしかないということにみんな気づくんじゃないのかなと思うんですけどね。 そういう意味で、自社のここでデータを回して、こういうオープンソースのモデルをファインチューニングしていく流れになるんではないのかっていうような話よ、ね。そうですよね。そこのところってね、パープレクシティのシュリニバスがちょっと言ってたように思うので、これ、だいぶ前のインタビューなんですけど、うん、それちょっとそこ見ていただきたいなと思うんですけども。これですね。はい。はい Uh, where they're training small language models they call it slms mm -hmm. but they're only training it on tokens that are important for reasoning and they're distilling the intelligence from gpt-4 on it to see how far you can get if you just take the tokens of gpt-4 on data sets that require you to reason and you train the model only on that you don't need to train on all of like regular internet pages just train it on like like basic common sense stuff but it's hard to know what tokens are needed for that. It's hard to know if there's an exhaustive set for that. But if we do manage to somehow get to a right data set mix that gives good reasoning skills for a small model, then that's like a breakthrough that disrupts the whole uh, foundation model players. All right. えっと、小さいモデルでかなり推論的なことが上手にできるようになれば今は大規模言語モデルの戦いが行われてるけどもそういうのをディスラップとしてしまうんじゃないのかなと小規模言語モデルでかなりビジネスの大事なところができるようになるので大規模言語モデルを使わなくていいことになるかもしれないという大きな流れになる可能性があるみたいな話をしてるのがすごく面白いいなと思いました、ねうん、今はほとんど職業で博士号は必要ないかもしれないんですけど、うん、これも LLM が 使われる多くのシチュエーションでは、若者レベルの知性は必要ないみたいな、なんかそういう感じですかね。うん、そうですよね。それをその戦いを今、数社が大規模言語モデルで戦ってますけど、そういうのを意味のないものにしてしまうような大きな流れになるかもしれないと言ってるのが、うんまあ、一つの大きな流れとして面白いなあと思いました。これね、もう半年ぐらい前の動画なんですけどその時にそういうことも言ってましたね。ですから、割と未来を読んでるみたいな感じですかね。はいじゃあ次の話題に行きますか GPT-4O、はい、もファインチューニング可能なつ。そうですよね。ちょっと遠藤さんの方から解説し,していただければと思うんですけど。これはあれですね。英語の元のオープン AI の英語を日本語に、はい、翻訳したやつですね。ですけれども、これまで 4O はファインチューニングができなかったんですけれども、はいはい、それができるようになりましたよっていう。 はい、で、さらに、オープン AI もファインチューニングをしてるみたいで、はいはい、100万のトレーニングトークンを無料で提供しますということで、はい、まあファインチューニングのハードルも下げてるわけです、ね。はい。これなんか9月何時までか無料とか書いてたように思うんですけど、今無料でやってる ?9 月23あそうです、ね、までに全完全無料じゃなくて、うん、100万トークンまで。ああ、なるほど、なるほど。まあでも100万トークンあればそれなりにできるんじゃないですか。しかも1日あたりなんで。なるほど これ、なんでこういうふうなことを、やっぱり競合がどんどんファインチューニングするという流れが起こってきてるからということなんですかね。なんですかね、さっきの流れでいうと、ぐるぐるモデルの中で、やっぱりメタみたいな、いろんなところをオープンソースで出してきて、うん、そこでファインチューニングをするみたいな流れが今できようと。うんうん してるんで、うん、それを、いや、こっちの方が楽だし、安いよ、みたいな感じで、止めようとしてるそんな感じですかね。やっぱりそこの競争が激しくなってきたと、うん、こっちの方が安いよ、ただだよ、みたいな感じでね、<う>やってると思、ね、簡単だよ、みたいな。もう圧倒的に楽で簡単ですかね、こっちで。あ、そうなんですかチューニングすごい簡単ですで。データセットっていうか、こういう時はこういう回答してください、みたいな。はいはい、そういうのをファイル作って、ポン、投げればチューニングできるんで。はい すごいす。あ、オープン AI でやる方が簡単なんですか簡単です、<の>簡単です。あ、もう必要なデータセットとか、揃えてくれてるからあ、データセットっていうか、ファインチューニング用のデータセットは作んなきゃいけないんですけど、はい、やることはすごいシンプルで、コード書かけなくてもすぐできます。あ、そんなふうにもう枠組み作ってくれてるわけなんですね、はい、オープン AI の方。すごい簡単です、はい。すごい簡単なんですけど、はい、結構、ファインチューニング、難しいというか、あんまりそれほど効果を感じたいみたいなところも。 うんうん、例えば、このファインチューニング用にこういうケースは公開してほしいみたいなやつを100パターンとか数百パターンぐらいまあ準備するとするじゃないですか。最近使えるプロンプトもすごい長くなってきてるんで、同じやつをシステムプロンプトに例として入れるんですね。最近、あのメニーショットっていうやつが効果的だ言われてて、プロンプトに扱えるトークンの量がそれに長くなってるんで、例示をこれまでフューショットっつっていくつか。 例示をするっていう手法が多かったんですけれども。例を入れないといけなかったんですよね,そね。こういう感じで例のようにやってくださいと教えないといけなかったんですよね、以前もね。はい、そうなんですよ。それを100個とか200個ぐらい、これでファンチューイング扱えるデータぐらいボーンって入れて、うん、で、答えてくださいみたいなふうにすると、それでも全然うまくいきますし、うんうん、あと、それだとインプットのトークが多くなるんで、価格も高くなるんですけれども、うん、最近は Google とかアンソルピックとかは固定の プロンプトは保存して安く読み出せる、うん、十分なかで読み出せる、あるんで、そ,そ,はい、それ使えばできちゃうんですよね。うん、逆に、このファインチューニングするとオープンエア、モデルの値段が高くなるんで、運用すると実はあんま変わらなくなるんじゃないか。<あ>で、ファインチューニングすると結構破壊的忘却みたいな、大事なことを忘れちゃったりみたいな話もあったりとか、うんうん、結構チューニングうまく影響くで結構難しかったりするんで、うんうん、だったら大量にプロンプトリレーしちゃう方が簡単だし、 うまくいかなかったその例をその場で切り替えればそこでチューニングすればいい話なんで扱いやすいじゃないですかなんでわざわざファインチューニングをすると良いケースっていうのはそんなにないんじゃないかなっていう感じはありますはいわかりました ラグとファインチューニングの違いみたいな、はい、結構ラグの話も出てます。ねまずラ、ラグが何かみたいなのを、はい、一応念のため確認すると、はい、この外部にこの参照するようなテキストとか、はい、いろんなファイルがいっぱいあるとして、はい、で何かこうユーザーが質問したときに、はい、それに質問に関連しそうな文献みたいなやつをちょっと引っ張ってきて、はい、でその参考文献をもとに。 回答するからパルチネーションとか掘りにくいし、LLM がもともと知らないような会社の情報とかも使って回答できますよみたいなのがラグで結構これもともと会社のデータベースのところに飛んでいくんじゃなくてもともとの会社のデータベースを言語モデルが引っ張ってきやすいような形のデータセットに変えておく。 そうですね。事前に準備はしておきます、ね。だからなんか図書館の作品を先に作っておくみたいな感じですかね。片っ端から図書館の本全部見ていったら、うん、あ探せないんで、この本はどんな本ですかという作品をはじめ用意しておいたら、それ見つけやすくなるという、その作品を作るという、作品のことをラグという感じに理解していいんですかねちょっと違いがあるとすると、作品だ作ったと普通の検索っぽい感じが。普通の検索っぽい感いいと思うんですけど。ラグのの場合は文章の塊、はい ごとに分けておくんですよ。はい、なんか何百文字とか。本当、はい、に文章の塊ごとに分けておいて、で、それもなんか数値化しておくんですよね。で、はい、ユーザーが質問した内容と分割しておいたテキストの塊で意味が近そうなやつを引いてくるみたいなのが、なるほどね。すごい一番簡単なラグの仕組みです、はいね。はい。分かりました。じゃあ、はい、ファインチューニングの方はファインチューニングもちょっとい、いろんなファインチューニングがあるんですけれども、うん オープン AI とかで提供してるファインチューニングはこういう入力があったらこう答えてほしいみたいなそういうケースの例ですね。っていうのを何百個とか用意してこういうインプットの時はこういうふうな回答が出るようにちょっとネットワーク自体を調整するっていうようなものかなと。 微調整。ファインチューニング、ほんと微調整なんですけど、うんうん、オープン A が作ったような大きな言語モデルの、モデルを少し調整するということですよね。うん、それはデータを入れて、はいはい、まずそこでちょっと学習させるということで、そのモデル自体にちょっと変更を加えるということで、はい、ラグの方はモデル自体は同じで、作品みたいななんかデータベースみたいなのも横につけて、うん、そこから取りに行けるようにするみたいな。だからモデル自体に手を加えるのか、モデルに新しいデータセットを参照できるような仕組みをつけるのかの違いですかね。 で、これ実はこのファインチューニングかラングかみたいな最近は第三の選択肢としてロングコンテキストっていうのがあって、それは今って200トークンとか使えるように。200万じゃないですか ?200 万トークン万とか使えるようになってますし、あとちょっとごめんなさい、あの話が前後しますけれども、Google が PDF100 ページぐらい対応になりました。1000ページ扱えるんだったら、 そのまま突っ込んだ方がいいんですよ。例えば、社内の問い合わせの文書で1000ページないケースがあるんですよ、ねうんうん。なるほど。そしたら、1000ページ扱えるんだったら、1000ページそのまま突っ込んだ方が絶対精度はいいわけで、これまでの LLM は1000ページ扱えなかったんで、関連するやつを引いてきたんですよ。 量が窓が大きくなったんで、もうそこにデータ入れちゃえばいいじゃんみたいな。ああそうそう、入れちゃえば、入れちゃえばいいし、それが入れられるように、コンテキスト保存みたいなことができるんで、それも安く扱えるようになったんで、入るんだったらわざわざラグもいらないし、ファインチューニングもいらないんですよ。なるほど。それが新しい選択肢ですね。じゃあ3つですね。なんか去年ぐらいから結構ラグっていうのは流行ってて、ここに来てなんかファインチューニングの話も出てきているんですけども、3つ目の選択肢としては、コンテキストウィンドウが大きくなったんで、そこに データ入れちゃゃえばいいいじゃんみたいなで昔だったらコンテクストウィンドウに毎回データ入れたらお金いっぱい取られたんだけどそこをうまい仕組みが出てきて、うん、あのそんなにお金取られないで、うん、同じデータだと何回も使えますみたいにしてくれるので,ああで安,く安くもなってきたということなんではい、はい、第三の選択肢として出てきたということなんですね。な,なんで本当どこで使うかみたいな話で、はい、あファインチューニング、うん、なんでもともとファインみたいに軽いモデルをちょっとファインチューニングしてここだけで使います。うん みたいなのは軽いモデルをファインチューニングすればいいと思いますし、うん、でかいモデルはむしろファインチューニングするよりもコンテキストを与える方が多分うまく動くと思うんですよ。うん、なので本当に使いどころと、あと使用回数みたいな毎日100万回回すとかだったらファインチューニングした方が軽くていいですし、うんね、そんなに聞かれないけどちゃんと正確に答えたいみたいなやつだったら大量にコンテキスト読ませる。だから1回の応答あたり どのぐらいのコストをかけるのかみたいな、多分そこのシステム設計とかビジネス設計で使い分けるんじゃないかなと思。なるほど。まあでも、ぐるぐるモデルを回したいんだったらもうファインチューニングしかないですよね。いや、そんなこともない。そんなことないんだ。あのメニューショットで何を例示するかみたいな話にも使えると思うんで、うん、別にそれしか選択肢がないっていうわけではないそう。どのレイヤーでビジネスするかみたいなのはあるかもしれない。なるほど。けれども しかかなななないいいわけではないんじゃないですか、ね、なるほど僕はめちゃめちゃ面白いと思うんですけどおそらく視聴者の人を置いていきそうなんでこのままだと僕自身はめちゃめちゃ勉強になって面白いんで次のページとかいってみますか、はい、そうですねこれ僕ちょっとまとめたんですけど活発になってきた理由っていうのは、はい、まあ何度も出てきてますけど今もう優秀な大学生のとこまで来ちゃったんで別にこれ以上、うん、博士号とか教授レベルの言語モデル出てこなくても、まあ、今のを使えばいいよねというところになったんで企業がファイン ファインチューニングするなり、それからラグを使うなり、それからコンテクストウィンドウを使うなりしてやっていこうということが広がってきたということですかね。まあまあファインチューニングの場合だと小さいモデルの方が安くて早いとか、それとあと個々の業界や企業とに独特なボキャバリーとか。 使い回しの用語とかあるので、だからようやくなんか、社内文章を要約するのを大規模言語モデルでやると、なんかあんまり性能が上がんないけども、小規模のモデルで社内で使われてる言葉も入れちゃえば、要約ができるようになりますよということですね。これもまあまあ、うん、コンテクストウィンドウでもできるかもしれないし、うん、ラグでもできるかもしれないですけど、で、あと小さいモデルを組み合わせることで、大きなモデルと同等の性能になるかもしれないということですね。あと、何度も言いますけど、ぐるぐるモデル。 これのためにはやっぱりファインチューニングとかやった方が、まが、あ、コンテクストウィンドウズでもいいですけどやった方がいいんじゃないかという、まあ、あ確かにこれようやく業界ごとの独特なボキャブラリーの要約とかは、うん、ファインチューニングいいかもしれない。 そうですね。で、し最後の SEO から AEO で、これはちょっと、えー、SEO、Search Engine Optimization ですね。検索エンジン最適化という風に、うん、Google の検索に引っかかりやすいようにするにはどうすればいいのかというノウハウなんですけども、それを今みんなどの会社でも使ってると思うんですけども、Google 検索自体をあんまり使わなくなるんじゃないのかなと、OpenAI の SearchGPT であるとか、Perplexity であるとか、うん、そういうチャットボットを使って検索するようになるっていうのが、これからの大きな流れ なんでじゃあ、チャットボット、うん、チャットボットは別の言い方でアンサーエンジンとか呼ばれる、これはパープレクシティの人たちがね、自分たちのことをアンサーエンジンって呼んでるんですけども、チャットボットに一番自分たちに都合のいい情報を表示してもらうには、自分のところの商品名であるとかね、そういうのがすぐに表示してもらうにはどうすればいいのかっていうのが、これから話題になってくるんだと思うんですけども、そ、うん、れから,からまあ、アンサーエンジンオプティマイゼーションみたいなのがこれから進んでくるんじゃないのかなと思うんですけど、じゃあ、具体的にどうすればいいのかというときに、 自社開発の軽量モデル上で消費者との対話が行われるじゃないですか。1回で消費者の言いたいことが分からないで、こんな商品おたありますかって聞かれて、すぐには出てこなくて、どういう商品求めてますかって何回も何往復かやってるうちに、だん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 消費者の知りたいものが分かって、あ、それだったらこの商品がありますよみたいなことになると思う一発では出てこなくて、往復何回もすると商品絞り込めるということがあると思うんですけども、そういった対話のデータをそのまま自社の 軽量モデルに入れてですね、学習させて、こういう風なニーズを持ってる人にはどういう風なマーケティングメッセージを出せば、割とすぐ理解してもらいやすいかと。彼らが求めてる商品の機能とかをどんな風な文章で表現すればいいかということを言語モデルに考えてもらって、その言語モデルが考えたマーケティングメッセージをウェブサイトに表示していくと。そうすると次は大手の一般的なチャット GPT のような言語モデルがですね、サイトをどんどんスクレイ ネット上のデータをでも取っていく中で自社が発信したマーケティングメッセージを学習していくので今度チャット GPT に消費者が質問した時に割と 自社商品をポンと紹介してくれるという風な流れになるんじゃないのかなという仮説なんですけど、これまだやってるとこそんなないと思うんですけど、そういう風な感じでアンサーエンジンオプティマイゼーションの時代になっていくんじゃないのかなっていうことがちょっと一部で言われ始めてきてるという感じですね。これまだ全然そういうビジネスもできていないし、こんなことを大きく言ってる人はいないんですけども、こういうことを考えてる人がちょっと始めてるということですけども、エンドさんこれどう思いますこんな風な時代になっていくと思いますああ、これ、 面白いなと思って聞いたん。そうですよね。まあ S A O が効かなくなるというのはもう。うんうん その通りで、シリコンバレーに住んでる人が、SEO の会社が身売りし始めたみたいな話をしてたんですよね、もうこのままだとダメなんで、今のうちにどっかで買ってもらおうということで、買ってもらってるという話がいくつか出てきてるということは、シリコンバレー在住の人がなんか、Facebook かなんかで言ってましたですけど。そもそもウェブ中のデータを使って学習させるみたいなのは、今後どんぐらい送り得るのかなみたいなって。 基本的な知性を獲得するために Web 中のデータを使って学習しました。でもノイズも多いですみたいな、それでそこをスパムみたいな記事ばっかりだから、そこの質を高めることで知性を高められるみたいな話があったと思うんですけれども、それである程度知性ができたら、こういうマーケ的なデータを使って学習させるための理由というかメリットがあんまりなくなってくるんで、それこそ Web 全部を使ったラグみたいな、なんかそういう。 うう情報をいかに取っていくかっていう話に変わるんじゃないかなと思うんですよね。まあその中で例えばネット上のデータを全部ラグで検索するようにできるようにするプロジェクトとかあると思うんですけれども多分そういう文脈に乗せながら AI に対してどういう情報を提供すると効果的なのかとかそれこそ消費者に 刺さるたために何をどう載せたらいいのかみたいなところのなんかこうフィードバックループみたいなのが回り始めるなんかそこもセミナーになりそうですけどねその業者側はうまく売るような情報を提供したいですしなんか別のパーフレクシティみたいなのも分かんないですけどそういうエージェント側はそれをできるだけ公正に評価したいみたいなじになってくると思うんでなんかまたそこのセミぎ合いが生じるのかなみたいな,なんかそんなイメージを まあ、SEO もそうですもんね。SEO に特 したまあまりにも SEO ばっかりで内容ないことを SEO で上の方に表示されるようになると困るので Google はリストアップする時のアルゴリズムをどんどん変更していって SEO 業者が追いつかないような感じでどんどん変えていったりしてますので、まあ、そういうイタチごっこはアンサーエンジンオプティマイゼーションでも起こるのかもしれないですよね、うん、そのイタチごっこのベースに使うその AEO 業者 SEO みたいな業者の AI と パープレクシティみたいな、そういう検索エンジンというか、エージェント側のベースに使う AI の勝ちこさ勝負みたいになるかもしれないですね。<laughs> 面白いでですねでは、えー、と次の話題に AI と Web3 の融合の話なんですけど、パープレクシティ t y があの予測史上ポリーマーケットと提携したという、これ何でもない話なんですけど、うんうん、実は大きな潮流のきっかけになるんじゃないのかなと思って取り上げたんですけども、ちょっとポリーマーケットとどんなところか、遠藤さん、見ていただけませんでしょうか。これですね。 これはね、ユーザーがこれから起こること、未来に起これそうなこと、どっちが起こると思いますかっていうことのアンケート調査みたいなもんなんですけども、それに対してお金をかけるんです。お金って現金かけるとね、問題になるのかもしれないんですけど、トークンをかけるんです。トークンって仮想通貨をかけるんですね。ここはステーブルコインの USDC という、ステーブルコイン、まあ、ドルと連動して動く仮想通貨ですね。それで予測するようになっていて、それでトランプ候補が大統領になるかというとに対して、イエスかノーか を選択して、まあ、シェア株みたいなもんですね株を買うということなんですけれども、この、えっと、今、きっしてますね、50%と49%ですか、これだと、一株を買うのに、50セントで買えるわけですね、トランプさんの場合は。で、ハリスさんがなると思う人は、49セントで買えるわけです、それで大統領選挙が終わって、例えばトランプさんが大統領になったら、この50セントで買った株がですね、1ドルになるんですよね。 で儲かるということで、うん、ハリスさんの49セントで買った人は、これも1ドルになるということでえ、負けた方のお金が全部、買った方のお金に来るという、そういうふうな仕組みな、まあ、家計なんですけども、これお金がかかってるから参加する人は結構真剣に調べるわけですよ。当てずっぽでね、 トランプにしようかとか言うんじゃなくて、これどんどんあの変更できるので、トランプさんが優勢のニュースが流れればですね、これがあのまたトランプの株もっと買ったりもできちゃうということなんで、うんうん、そうなると情報勝負になるんで、結構みんな情報欲しがると、正確なあのリアルタイムの情報欲しがるということで、今回パープレクシティと提携して、パープレクシティをこのサイト上で使えちゃうということなんで、 ですよね。で、パンプレクシーの機能をいろいろ使ってグラフを表示できたりとか、いろいろ使えるようになりますということが今回の提携なんですけども、まあ、それだけの話なんです。それだけの話なんだけども、これを読んだ時に僕は2年ぐらい前にビタリックさんが、ビタリック・ブテリンさんっていうイーサリアムの提唱者ですよね。イーサリアムの提唱者が言った というか書いた論文のことを思い出したんですね。それ、ソウルバウンドトークンという論文なんですけど、うん、これ、遠藤さんとも以前ね、お話したことあるんです,けどうですね。うはい。うん、この中で面白いなと思ったのは、今、未来を予測するツールとして、我々人類が持っているのは2種類あって、1つが AI ですよね。もうもちろん AI で予測しますし、過去のデータをもとに AI を予測するんですけど、それと予測史上、今言ったポリーマーケットのような人間がね、予測すると。 お金かけちゃうんでみんな真剣になって調べて予測するというこの二つの予測の方法予測のツールっていうのが結構性能がいいんだけどこれは将来的には合体しますよということをその論文のことで書いてあったんですね、うん、今はだから第一段階として人間がですね情報をもっともっと取り扱えるようになってくるので精度は上がりますということなんですけどもそのうちに一人一人に AI のアドバイザーみたいなツールができてきてその AI のアドバイザーが 情報を取ってきて、で情報を今、こんな感じでトランプさんの方が有利ですよみたいなことをグラフで表示してくれたりとかしてくれるって、これはまさしくパープレクシーが今、そうだろうとしてるわけなんですけども、そうなってきて、そういう情報をもっと使いやすくすることで、より正確な判断ができるようになるという段階に今来てるんかなと思います。で、ビタリックはです、ね、最終的にはこの AI アシスタントがもう自律的に動き始めるんだということを言うんですよね。 で、人間に判断を待つまでもなく、これだけの情報が出てるんで、これはもうトランプさん圧勝間違いないでしょうというふうに AI が判断するということで、その AI はどういうふうに判断するかというと、その AI が支援している人間の過去の行動とか、 人間だったらこう考えるだろうな。僕のご主人様だったらこういうふうに考えるだろうな、みたいなのを予測して出してくるので、一人一人の AI アシスタント、AI エージェントっていう答えが違ってくるんですけども、まあその AI エージェントが 投票して、それで未来を予測していくという形になるだろうというふうにブテリンは言ってるわけなんですね。ですから、この AI と予測資料という、今我々が持っている二大予測ツールが合体していくというのが AI の未来なんだということをその論文の中では言ってて、これは僕めちゃめちゃ面白い考え方だなと思っていて、いつそうなのかなと思ったら、うん、なんかそういう兆しが見えてきたという今回の話なんです。うん、どう思いますか、遠藤さん。まず、ここにこのニュース、パープレキシティとのポリマーケットの 提携からまずこれを思い出すのはすごいなっていうところから来たんですけど、<laughs> あのこの3番がちょっとよくわからなくて、3番ってあれですよね、はいその、その人の過去の行動とかから特化した判断をするみたいな話があったと思うんですけど、そうですね、はいだからで。今だとパープレクシティ、これは別にそういうのなくて共通ですよね。はいはい、だから共通の AI を使って判断するんで、はいはい、逆にこのパープレクシティのバイアスがかかるというか、 そうね、パープレクシティも似たような質問をすると似たようなソースから拾ってきて似たような結論を出すと思うんで、なんかこう、みんな結論がなびきやすくなるかなとう、はい、そうですね。これパーソナライズしていくんでしょうね、パワープレクシティもね。いや、でもこのパーソナライズする理由がよくわからなくて、なんか余計なお世話なんじゃないかなと思って。<laughs> ユーザーは正しい答えが知りたいけれども、その人の過去の行動によって答えが変わるとかだったら、いはいはい、結構余計なお世話というか、 なんで、この3番の予測するのにパーソナライズするっていうところだけちょっと例えば、その、うん、僕だったら大統領選挙、どのあたりを見ているかというのと、うん、遠藤さんだったらどのあたりを見ているのかとか違ってきて、遠藤さんは何かカリフォルニア州の動向に一番注目しているので、うんうん、そこばっかりパープレスに聞いているみたいな。 僕は東海岸の動向が肝だと思ってるから、そこばっかり調べてるという、調べてるデータが変わってくるので、うん、我々が検索、過去の検索の履歴から見て、我々がどうが重要と思ってるかみたいなのが、うん、バーバレクシーの答えに反映されてくる可能性ってないですかね。あでもそれは確かに、検索の戦略みたいな見方が違えば、そ果が違う。 そういうことで違うことを言ってくる可能性っていうのがあるかもしれないなと思うんですけど、まあ、僕もここちょっとなんか、一人一人が、うん、いや、これ言ってるの僕だけなんで、他の人がこういうの言ってるというのを紹介してる話じゃなくて、こうつ未来はこうなっていくんだろうなということなんで、うん、適当なこと言ってるだけなんですけど、まあ、そんな風になっていくんじゃない。そそここのの、ね、の、まあ、遠藤さんのご指摘のようにそこ どうなんだろうみたいなのは、僕もね、明確な答えはないですけども、なんとなくこの方向に行くのかなというのでってたというか、うん、めちゃくちゃ似てますもんね、これ。ね、そうですよね。うん、ということで、うん、詳細を突っ込まれると僕はもう、ヤフンと言わざるを得ないみたいな、確かにどうなんだろうみたいな、わかんないですけど、まあまあ、方向性こうかなというので、一応。ね、一応方向性はね、おっぽい。ですよね、これがそれこそ AI がエージェントになったら、本人の代わりに仮想通貨稼いでくれるみたいなのを見るん、ね、ですよね。 はい、うん、じゃあ、サクサクといきましょう、次、今週の注目インタビューなんですけれども、ランマ3.1が出たときに、マーク・ザッカーバーグさんが答えてるインタビューがめちゃめちゃ面白くて、これは遠藤さんにも見ていただきたいなと思って、持ってきました。うん、ランマ3.1だから、どれぐらい前、1か月ぐらい前の話ですかね。えー、ランマ3.1っていうのは、最新バージョンで、大きさは4050億パラメーターというですね。うん で、3種類出してきましたということで、まあ、性能的には最先端モデルになったと、オープンソースで最先端モデルと並んだということで話題になりましたですね。かつ、うん、のオープンウェイトのフロンティア。オープンウェイトっていうのは、学習済みのモデルまでも無料で使えるということですよね。あ、そうか、そうです,うですね。はい。あ、学習済みの、そうですね。このでかいモデルもダウンロードできて、それをもとにファインチューニングしたりとか。 れ僕のね、誰かに聞かれたんですオープンソースとオープンウェイトの違いって何ですかって聞かれたんですけど、僕、こんなふうに答えたんですが、それが新しいかどうかちょっと遠藤さんに聞いてもらいたいんですけど、オープンソースっていうのは頭脳みたいな、頭脳そのものを、をはい、どうぞ使ってみたいな、でもまだ何も学習していません、何も学んでなくて、小学校も中学校も行ってないんですけど、もともと脳はでかいので、賢くなる可能性はありますけど、それだけですっていうのがオープンソースで、オープンウェイトっていうのはもう、その頭を使って、 脳を使って大学ままで行きましたみたいな、もう学習したこといっぱいありますという、その学習済みの脳が、完成した脳のことをオープンウェイトのモデルといって、まだ学習させてないモデル、どうぞ自分たちで好きなことを学習させてください、えー、可能性はありますというのがオープンソース、そんなふうな違いじゃないですかと説明したんですけど、簡単に言うと、そういうことでいいんですかね。自分もすごい厳密にはあんま分かんないですけど、うん、ただあの、オープンソースで学習済みのやつもあるんです なのでオープンウェイトは学習済みのやつをさらにいじっていいですよみたいな、多分そういういことなんじゃないかなあなるほど、思うんはい、分かりました、それで結構ね、うん、エンジニアの人から言われるのは、これ3.1のすごいことっていうのは、うん、合成データを使えて、蒸留したりとか、ファインチューニングできるっていうのが今までになかったんで、ここが一番すごいんですよとか言われたんですけど、そうなんですかね。うんうん あの、これまでは結構合成データ禁止みたいな GPT-4 のいろんな、こう聞いたらこう出力しますみたいな、そういう合成データをいっぱい作って、それで学習させるみたいな、こ上流なんですけど、なんかそういうのは禁止だったんですよね。で、今回、4並みの賢さのやつで合成データいくらでも作ってもいいですよっていうのが出たんで、で、それによってあの小さいモデルっていうのを 自分らですごく学習しやすくなった、なんかそういう環境を整ったのかな。なんかそ,それがすごいことだということですね、うんまあ。だから小さいモデルが作れるようになったっていうのがすごいことかなということですかね。あとすごく細かいんですけど、はい、これ、コストは GPT-4 の2分の1 2って、これ出たの1か月,1ヶ月前にこれ言ってるんですけど、はい、8月6日に GPT-4 をもコスト半分にしたので、メリットなくなったなメリットなくなってきたというかう、ね、どん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 値段も下がってきているので。はい はい。わ、はい、かりました、はい、次のページ、サクッと見て、はい、見たいところってあります上から順番に見ていくと、オープン a i も、アンソロピックも Google ググも一つの大きな AI を作ろうとしている。我々が作ろうとしているのは一つの大きな AI ではなくて、多くの異なるモデルが生まれるような環境だっていうの。まさにさっきの話ですよね。うそうですよね。うんうん 他のところは、ね、大きなモデルを作っていくこうとしてるんですけど、小さいモデルを組み合わせて、かなり、うん、あの大きいモデル並みのことができるやんみたいな、全く新しいパラダイムというか、うん、新しい考え方が出てきてるということですよね。で、すべての政府、企業、スタートアップは独自のカスタムモデルを作ることを望んでいるという。これは仮説かもしれないですけどね。ねえどのの程度の口調でいうか、うん どの程度、その本気で言ってるか聞きたかったら、この5分8秒のところから見ていただければと思うんですけど、遠藤さんが見たいところ、これもう10何個あるので、全部見ていくの大変なんで。ですね、ちょっと上から一応全部、全部、あの、追ってはいきつつ、気になるところがあったら、見ていく感じしましょうか。はい、そうしましょう。3つ目、はい、はい、クローズのモデルですね。はい、が先行した時は、みんなと同じモデルを使うしかなかったんだけど、今はオフモデルとクローズモデルの差がなくなったと。 これからは。なくなってきてます、ね。まあそうですよね。うん、自分たちの目的にちょうどあったサイズの無数のモデルは登場すると思う。うん、まあまあ、そういうことですよね。うん、まあまあ、そうですね。はい。独自のデータで好みのサイズのモデルを作るために、Amazon の AWS や d a t a b ッ i c k など、いろんなツールを提供してくるというふうに言ってますね。これはもう、す部使てきてるんですか、ねうんうん、もう、もうなってきてるんじいですかね。はい。じゃあ次のページで、生3.1から本気です。せめて、ここ聞きましょうよ。ここの力の入れ具合が。 open source and why it really matters yeah so i'd say before llama 3.1 our approach i mean the reason that meta fundamentally is investing in this is we, we basically want to know that we have access to to a leading model um, you know because of some of our our history of, of kind of how mobile worked and things like that um we didn't want to be in a position where we had to rely on some competitor for this kind of fundamental technology so we built it for ourselves and before llama 3.1 you know we we kind of had this instinct that if we made it open source, there would be a community that would grow around it, and that would actually extend the capabilities and make it more valuable for everyone, including us. Um, because at the end of the day, this isn't just a technology, it's an ecosystem, right that 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 you're developing. So um in order for this to end up being a useful thing for us, there also needs to be a broad ecosystem. One of the big changes that that I think we see with llama three point one is instead of just building it for ourselves and throwing it over the wall and letting developers use it, this time, we're really taking a much more proactive stance on building partnerships and making sure that um, there's this whole ecosystem of companies that can do interesting things with the model and conserve developers in ways that we're not going to. Right? We're not a public cloud provider. Right? It's. I mean, we're not AWS or, or Google or Azure. Right? It's. So developers aren't going to come to us to build their stuff, but we want to make sure that all those public clouds are well equipped to do this. Um, ランマ3まではオープンソースのコミュニティに、うん、はい、こんなオープンソースのモデル出したよと、あとは勝手に使ってで、みたいな感じで言ってたんだけど、3.1からは必要なツールを用意していくみたいな。それで、クラウドプロバイダー、まあ、AWS とか Google とか、それから Azure とか、そういうところと組んで、この3.1を利用するために必要なツールを提供するのを支援していくと。 だからこれから歴史的に変わったんだみたいなことを言ってました。プロアクティブという、まあ本気で攻めていくということですかね。積極的に進んでいくということを言ってたんで。ちょっとここの本気度が面白いなと。今までは、えっ、ー、と、オー、うん、ソースを作ったみんな買って使ってくれたらいいよみたいな感じだったんですけど、これからはクローズソースをやっつけに行くみたいな、そういうなんか意気込みをね。 新しいパラダイムを作っていって、クローズソース消しカラーみたいな感じから結構怒ってるんでね。モバイルの時になんか自分の思うようにアプリを開発できなくて、開発したらまあアップルからはそれは出さないとか言われて、すごくなんか怒ってましたですかね、この動画の中でも。<laughs> そういう、あの、誰かが権力を持つというのは消しカラーみたいなで。みんなで AI 作っていくんだっていう感じで、だからこの3.1から本気でそういうのを作って、エコシステムを作っていくからな、環境を作っていくからなって力を入れてたのが面白い。 かなと思いますだから結構ね、本気というとこがすごいところですかね。うんはい、ですから、まあ、3.1から大きく変わって、より積極的に他社と提携してエコシステムを作っていくとか、Azure、Google、AWS などのパブリッククラウドにも働きかけていくと、でモデルのディステレーション、これ、上流ですよね、それからファインチューニングができるようなサービスってまだないけど、うん、そういうサービスをパートナー企業が提供できるように協力していくと。まあ、まだない でもう出,て、ね、出てきてますよね。そういうのが出てきて。まだないんだけど、その。 その、できていくるように協力していくということですね。例えば、水論特化のハンドターメーカーのグロックなんかに提供していきたいとも言ってますね。もう提供してますよね、これね。確かね。もうグロック上で3.1使えるみたいなので、めちゃめちゃ爆速だというふうに言ってましたですよね。で、他にも、デルやスケール .ai、アクセンチュア、デロイトなどの大企業向けに3.1をカスタムしてくれるんじゃないのかなということで、それも支援していきますということですね。これで、まあ、巨大市場ができるんじゃないかと思うので、非常に興 Custom models for you know whether they're large enterprises or governments. A lot of folks who basically want to have a model that's their model that they can train their custom data into it. But they, you know, a lot of companies don't want to send their data over an API to you know Google or OpenAI. It's not because. Um, not because those companies have any particular privacy issue, but it's the same reason why people like encryption and WhatsApp, right? They people just want kind of secure by design architectures where their data can can kind of stay with them. And um, I think that there's gonna be a whole market around things like that that get built out too. So I'm, I'm pretty excited about all of this. But yeah, we're taking a much more proactive position this time and helping to build out the ecosystem because I think ]あれ? that's how マーク・ザッカーはここに掲けてるという感じの話でしたね。この動画最初に見たときは、うんうん、そんなとはいえオープン AI 強いんじゃないかなみたいな印象を持ってたんですけど、うんうん、最近思うのは、すごい、こ、うん、こまでめちゃくちゃ賢いそのモデル、信号、うん、とかそれ以上動けるエージェント機能までついてるやつが使えるシーンももちろんあると思うんですけど、それが不要。 だけれども、ちょっと賢ければいいみたいなシーンが、実はめちゃくちゃ大量にあるんだろうなっていうのがあって、で、そういうとこ向けの市場をオープンソースとか、このエコシステムでもしかしたらキーに取りに行こうとしてるのかな、みたいな、今回動画見て、そう思いました。 そんな感じですね。これ、1か月前だったら、いやいやいや、みたいな、うん、やっぱりオープン A 強いでしょ、みたいな感じはあったんですけど、この1か月間でね、この時代の変化を見ると、出まくってますからね、うわ、本当そうなってきた、1か月で本当そうなってきた、みたいな感じですよね。<laughs> うんうん、そんな感じがしますし、そのファインチューニングのユースケースが、ま,まだできてないと思うんですけど、もうちょっと経つと、うん、あこういうときファインチューニングすればいいんだっていうのは、だんだん分かってくると思うんで、うんうん、そうなってくると、またちょっと使用面が変わるんじゃないかな。 なるほど。次のページ、オープン,ープンソース、UE、の状態に戻したい。これはいいかな、まあ、そう思ってるんだろうなと思いますよね。で、その次が、オープンのソースの方が安全、まあ、オープンソースコミュニティがみんなで監視するから、すぐ語ってるんですけど、ここは、ね、ちょっと僕もわかんないですね。クローズソースのオープン AI の方の人たちは、いやいやオープンソースにすると、なんか悪いやつがすぐ使っちゃうので、みたいな。うんうん やっぱり正しい方の人間が先頭を行ってる方がいいんだよみたいな考えがを主張するので、まあどっちが正しいかわかんないですし、今日はまあいいかなと思いますね。次のページは、もうこれは、 聞く必要ないかと思うんですけど、年末までにメタ AI を世界一の AI アシスタントにするということも言ってます。この感じなら2、3ヶ月前にその目標を達成できるかもと言ってるんですけど、これ日本にいると、ええー、みたいな感じでちょっとわかんないみたいな。なチャット GPT が1位だろうとか思うんですけど、日本でね、メタ AI のページにアクセスしようとすると、お住まいの地域ではご利用いただけませんとか出るのでね、これ年末までに1位になるのかなみたいな感じですけど、<laughs> 要は WhatsApp ですよね。 メタってワッツアップ持ってるので、ワッツアップってやっぱり途上国でね、うん、めちゃめちゃ使われてるので、で、ワッツアップにはすでにメタ AI 乗ってるわけですし、これからインスタグラムに載せてきますということなんで、もう確かに数だけ言えば、ひょっととチャット GPT を抜いちゃう可能性っていうのはあるのかなとは思いました。あと、次のページはインスタグラム、フェイスブック、ま、すべてのビジネスにエージェント載せていきますよという話もしていますね。で、これを収益源にしたいと。 いう AI モデルへのアクセス権を販売する他の人たちはみんな API 叩いたらいくらみたいなそういうやり方をするんですけどそこを売るんじゃなくてインスタグラム上でみんながこういうビジネスをしてくれるようになってエージェントがいろんな物販とかするようになってでその収益の一部が自分たちに入ればいいのでとかいう考え方なんで、うん、巨大モデルを使ったらいくらくださいとそういうことはやらないということを言ってますね、うん、あれ見たでしたっけあの最初に エージェント機能を結構作ったというか、あの、交渉 AI みたいな、めちゃくちゃ賢い交渉する AI 作ったのって、メタん<ー>ですね。ああ、そうですよね。セセロというやつですね。Facebook 研究所が作りましたよね。4年ほど前ですね。はい、はい。そこの研究者がオープン AI に移って、Q スターとかストロベリーとか、ああ<ー>、そう,うそうですよね。元はエージェントの元はメタが、ね、そうですね。<ル>そうですよ、ね。ルカン先生です。ルカン先生がね、やってたということなんで,ですよね、はいまあ。なんでこれも ただ言ってるだけじゃなくて、ちゃんと戦略あるのかなちょっと,今とそうです。そうですよね。もともとエージェントが強い研究所を持ってたんですよね。うん はいまあ、これ、まだ日本でインスタグラムに AI エージェント乗ってきてないですけど、乗ってきたらどんな感じかな、いつ乗ってくのかなと、ちょっと待ってるんですけど、まだ乗ってこないですよね。途上国では結構乗ってきてると、ブラジルとかではこのエージェントがすごく活躍してるという話を、決算発表の時にマークザッカかばうしてましたね。うん、なんかやっぱり、あんまり先進国でやると、いろいろまた問題になったり、炎上したりするかもしれないので、まずあ,のあんまり炎上しないような地域で使ってるという感じかなと思います。 ああ、なるほど。人口多いですね、はい。うん、そうですよね。なるほど。はい。ではその他のニュースとしては。 アイディオグラムというのが出てきた。先週何か動画の話をしたんですけど、あ、グロックか。グロックの動画の、ね、フラックスというツールかなそれがトランプ大統領の動画いっぱい作ってますみたいな話をしたんですけど、うんそ,ね、<laughs> それを我々が話してたその日にですね、もうそれを超えるようなアイディオグラムみたいなのが出てきたということで、うん、まあちょっと取り上げた方がいいのかなわかんないですけど、どう思います、遠藤さん、これは。これ本当に進化早いなと思って、これいくつかポイントがあって、まずはテキストですよね。うん、やっぱりこの、 画像とか動画の中でそのテキストをちゃんと表現するっていうのが結構難しかったんですけれども、うん、一応これ見ますかでこれ見ると結構きれいに入ってますよねテキストがきれいに入るんだ今まで入んなかったんですもんねそう,そ,うそ,うそうなんですよ、まあ、ただ日本語やると結構おかしな文字になるんですけどああそうなんすけど英語はかなりこれ綺麗な感じで<ー>入ります あとなんかもう一個ポイントあるとすると普通っぽい顔いわゆる AI 顔っていうかうん、うん、AI っぽい顔があるじゃないですかはいはいなんかすごい不自然に綺麗みたいなはいはいはい、はい、なんですけどもうちょっと普通の人っぽい自然な顔みたいなああそうなんだはい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 ちょっと出しやすくなってるのかなみたいなそういうような話は聞く ビジ、ね、美,美女ばっかり出てましたからね、今までの画像生成っていうのね、ねいろんな人の顔が出るということですかね、あうんまあ、よくなってきた。この辺がろ、ね、ポイントなのかなっていうふうにわ、はい、かりました。次、遠藤さんが話したいという、はい、ジムニーがさっきもちょっと出ましたけど、PDF1000 ページ対応にという、あそうですよね、これまでは結構容量制限とか枚数制限みたいなのが、うん、あったんですけれども、うんまあ、今回1000ページ対応になったって、結構1000ページ、意外と。 pdf を読ませようとすると、長いやつで百何十ページとか三百ページとかあったりするんで、意外とこれまであのダメなものはダメだったんですけど、1000ページあれば大体入るな、白書みたいなやつとかも入るなって思ったのと、あとこれただのテキスト1000ページじゃなくて、画像として1000ページみたいなんですよ。おおおおいはいはいはい。画像データの方が大きいですもんね。なんで1000ページで、しかも1ページあたりなんか画像として処理するみたい。な,なんで図とかが 入ってる PDF とかもちゃんとそれも含めてマルチモーダルであの理解してくれるっていうのが入ってきたんでもうこれだと複雑なマニュアルとか図が入ってるマニュアルとか説明書とかもうそれバーンって混ぜてでそれでこれを踏まえてやってくださいみたいなやつがもうこれまで以上にできるようになりますしあとはこれ何回か話しますけれどもこのプロンプトを保存して 安く読み出すみたいなこともセットできるんで、これ前だったらかなり1000ページ読むと1回の質問あたりになんか何百円かかって使い物にならなかったんですけど、それが安くもできるんで、結構そういう使い方が見えてきたなっていう。そうすると、例えばラグとか、ラグ構築するとやっぱそれなりにお金かかるんですよね。なんで運用のこととかも考えるとすごい何百万とか何千万とかかけてラグ作って、 でそれを運用することまで考えたら、これ1000ページボンってぶち込んで、うん、あとその答えてくださいみたいな感じでやれば、うん、かえって1年間の運用費はラグ作るより安くて正確みたいな可能性もあるんで、これはまた新しい可能性。はい、あ逆にオープン a i ってこれやってないんですよね。<の>オープン a i は少ないじゃないですか、Windows のサイズが、うんはい、今12万8000円ぐらいで止めて。はい あって、こういうプロンプトの保存機能とかあんまりないんで、なんかわざとやってるのかどう、うん、まあ多分ファインチューニングをしてるんで、そっちも行きたいんですよね。なるほど。なんかそこら辺が、はい、ちょっとなんか Google とそれから OpenAI の戦略の違いというか、うん、得意不得意の違いが出てきたって感じですね、うん、この辺に来てねあ。そうそう、そんな感じで。しかも Google、すごい動画の読み取りとか、うんうん、やっぱり Google の視覚ビジョンの読み取りがすごい正確で、書き起こしとかもすごい正確にやってくるんで、 やっぱりこの強みを生かして画像満載のマニュアルを大量に読み込んでどこまでできるのかとか早速検証したいなというちょっと思ってました、うんうんうん、はいそれも面白いですね、はい、じゃあ、はい、ニュースはそんなものですかねそうですかね,ね、はい、僕話したいことがいくつかあって一つが先週ですかねステーブルディフュージョン を作った人の動画をちょっと見たときに、情報がファイルからフローになったということ、これどういうことですかねみたいなことを遠藤さんに質問して、それでその画像先生成のモデルでこれを彼は説明したんですけど、ちょっとやっぱりピンとこなかったんですが、この YouTube の動画のコメント欄にね、こういうことじゃないのということを言ってくださる人がいらっしゃって、ちょっとそのコメントを表示してもらえないですかね。 これですよね。この,動画のこの動画にコメントがついててですね、ちょっと読んでもらえません。うん、今のウェブマーケティングがそれっぽいと思ったす、ね、昔は企画立案、メディア準備、実行だったが、ウェブは動的にデータドリブンで国,国家測定している、このようなフローの変化がファージーに実行できるようになり物理世界でもプリウル。これ僕は、なるほど、その例が分かりやすいですね、僕、返事してるんですけど。これあれあですねその ファイルからフローへって何だったっけなんかもう一回話した方がいいかな。いや、これがどういう意味か、そう書いてあったんですよ。情報の流れ方がファイルからフローに流れますよ、な、うん、ってきますよって言われて、うんうん、何のことかなみたいな、分かんないんで、先週の話だと、動画を生成するときにあそうですあの。動画生成するにも、なんかこうパラメータを順番に入れたりとか、うんうん、順番に流す必要があって、そのどっかのパラメータを1個変えたら、 それがずっとこう下流に流れてくんで、出てくる画像とかも変わっていきますよみたいなのを例として出してたと思うんで、うん、その出力の画像が性的にあるというよりはパラメータをいじることで動的に変えられるみたいな、そういう解釈かなみたいな話を練習したと思うんですけれども。ねししねはい、僕、その例がね、分からなかったんです。うん 遠藤さんどっちの例の方が分かりやすいですか、うんうん、僕この Web マーケティング、Web 広告の方の例の方が、僕は、ね、分かりやすくて。今の話で言うと、昔はなんか広告とか例えば紙とかだったら企画して、うん、例えば広告とか印刷したりとか CM を作るみたいな、うん、なんかそういう企画して準備して実行であ。ある意味性的な媒体じゃ、広告とかじゃないですか。うん、それが Web になると、その AB テストとかデータ取りながらしながら、 その誰にどういうい広告を出すとかこっちの方が刺さるみたいなのを動的に効果測定しながら書いていく。で、そこもデータドリブンになってるから、ファイルからこういうフローに 変わって僕ね、これすごく分かりやすい例かなと。以前だとね、なんかバナー広告作って、それをウェブサイトに貼り付けます。うん、誰が見ても、いつ見ても同じバ,、うん、バナー広告が見えますみたいな感じで、うん、まさしくファイルだったんですけど、うん、プロになると僕が同じ、僕と遠藤さんが同じサイトにアクセスしても、僕に表示されるバナー広告と遠藤さんに表示されるバナー広告が違って、それはそれぞれ僕と遠藤さんが過去に見てきた履歴が違う なので、表示される場の広告が違うとか、うん、それから僕が今、この時点でウェブサイトにアクセスすると、こういう広告が表示されるけど、1時間後に僕が何か他のサイトを見た後に、そのサイトに戻ったら違う広告が表示されていると。 だから、このサイトにはこの広告が表示されますという、カチッと決まったもんじゃなくて、表示されるものはどん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 変わっていくんだと、情報は人によって違うし、その瞬間によって変わっていくんだみたいな、まさしく流れなんだという、ここはやっぱり人間が入ってないから、もうどんどん流れ、フローになっていくんだろうなと思いますね、人間でやると、結構な、そこ止めたいっていうことが起こるかもしれないけど、人間が関与しないで AI がぐるぐると情報を流すようになったら、いろいろなものが動的にどんどん変わっていく、情報というものはどんどん変わって いくような時代になっていくんだろうなと思うんですが、それが物理世界でも起こりうるって、ここもちょっとあんまりイメージできないんですけども、そんな風になっていくのかな、物理世界でもそういうこと起こるのかな、ちょっと分かんないですけどもそれこそさっきで言うマーケー用に何を出すといいのかみたいな話も、こういう感じで、動的になる。うんうんうん そういうことですかね。ということで、なんかあのコメントいただいたんで、余計僕の中でもはっきりしましたということで、うんうん、ありがとうございました、うん、ということですね。はい、コメント読んでいますので、ごうありがとうございますありがとうございうことなんですけど、はい、その話したいこと、えー、とロボットやシミュレーターがなくても世界をある程度理解できると、これ以前ね、うん、遠藤さんともよく言っていて、うん、AI のこれからの進化っていうのは、スマホに乗っていくのか、それか人型ロボットに乗っていって、 でそのロボットが実際の物理世界を経験するしていかないと AI というのは世界理解できないよねということを結構言ってたんですけどいやそうでもないよということを Google のディープマインドのデミス・ハーサービスさんが言ってるんでこれ動画を見てそのどんなニュアンスを言ってるか見ていただきたいんですけど。<music> <music> Uh, what I mean by it is, I suppose if one were to wind back five, ten years ago, and you were to say what we're gonna, the way we're gonna go about this is, you know, build these amazing architectures, and then scale from there, and not necessarily crack specific things like concepts or um, abstractions. So these are a lot of debates we would have five, ten years ago. Is you need a special way of doing abstractions? Um, the brain certainly seems to do that, um, but yet somehow the the systems, if you give them enough data, i.e., the whole internet, then um, they do seem to learn this and generalize from those examples. Not just wrote memorise, but actually um uh, somewhat uh understand what they're processing. Um and it's sort of a little bit unreasonably effective in the sense that like I don't think anyone would have thought that it would work as well as it has done um say five years ago. Yeah. I suppose it is a surprise that 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 you 大量のデータを与えると、それを覚えるだけじゃなくて、ちゃんと抽象化して、一般すよ与えることができるって話ですよね。そうです。そ,うですそれって LLM の普通の話 ?LLM の普通の話なんですけど、以前は抽象化とかのためには特別の仕組みがいったり、それから人型ロボットに乗って体験しないといけないとか、そういうことが必要だと言われたんですけども、言語モデルでこれ実際に ロボットに搭載されなくても世界というものをかなり理解してるよねという話なんですね。でっ,っ言ってましたっけそれ。そういう話ですね。はい。だとしたら、おっしゃる通り、世界をちゃんと理解する話なんで、まあ、グランディングの話。そうですよね。で、うん、確かに5年ぐらい前だったら、いや、やっぱりグランディングが必要なんでっていう意見の方が多かったんだけど、うん、もう言語モデルでもこれタイトルが、うん Unreasonably effective って書いてあるんですけど、うん、これがタイトルなんですよね。思ったよりもその不思議なくらいというか有効みたいな。うん、ここまで LLM が世界をテキストでネット上のテキストだけで世界をここまで理解できるとは思っていなかったというふうな話なんですよね。うんうん、だからまあ,あ,あの、こういうトップレベルの研究者であっても言語モデルにはびっくりさせられてるという話かなと思うんですけど。ちょっと何週間か前ぐらいになんとかコマンド R みたいなのができて GPT-5 かなどうかなみたいな話をしたことがあったと思うんですけど、はいはい、あの時もなんかちょっとグラウンディングできてきてるなっていう話しましたよね。あの時はどういう例だったか。うん、なんかコップの中になんかボールかなんかを入れて、でそれを一回電子レンジの上で逆さまにした後に、もう一回そのコップを取って電子レンジの中に入れましたと。ボールはどこにあるでしょうみたいな問題で、はい、サスコマンド R、その時に出た新しいモデルはちゃんと電子レンジの上ですみたいな。 こうひっくり返したときに落ちてるんでって答えたんですけれども、その時のの j v 1 5 Pro の最新バージョンは、ひっくり返したときにもう一回コップの底にくっついてきたと勘違いして電子レンジンの中にあると答えたんで、でなんかグランディング、ね、物理法則のグランディングは、これまでできてなかったモデルが多いけどできたかもみたいな、なんかそんな話してたんで、なん,でね、なんかそれも、まあマルチモーダルやったかもしれないですけど、なんかそういう話なのかなと。 そうですね。まあ我々人間はコップの中にボール入れていて、それをひっくり返すとボールが机の上に落ちちゃうというのはもう常識としてわかって。 言語モデル AI はそれ常識として分かってなくて、うん、え、落ちるのかなそれともコップの裏にくっついたままなのかなみたいな。もちろんなんかコップがツルツルじゃなくてザラザラのもので、うん、それでボールも何か粘着質のボールだったらくっつくということはもうあるんですけども、うん、コップの中にボールが入っててというその文章だけ読むと、我々人間というのは大抵の場合コップというのはツルツルで、 その中のボールもツルツルなんで、ひっくり返したら落ちるよねというのは、我々人間は思うんだけど、AI っていうのは、ほとんどのコップがツルツルだということも教えてないから知らないし、それからボールがツルツルだということも教えてないから知らないので、その文章だけからだったら、くっついてる可能性あるよねと。物体の間には引力があるのでくっついてる可能性あるよね。 っていう判断してしまったということなんですよね。ですから、その常識的なものを実際の物理世界の中で生きていないから AI はそこ判断できなかったんだけども、うん、そのインターネット上のテキストデータを学習するだけで、いや、ボールの中のコップってひっくり返すと下に落ちるよねっていうのを分かってしまう。そこまで世界のことを分かってしまったというのを、ハスビスさんは驚いているということですよね。うん、多分そういうこと。 でもそれも地球の常識ですからね、それ宇宙だったら宇宙で。まあ,まあ違うんでね。宇宙,でね <laughs> 宇宙だと落ちないでね、<laughs> そういうことなんですよね。<laughs> まあでも、うん、電子レージの中でというのは、まあこれ地球上での話だろうなと人間は勝手に解釈するし、えーうん、でも AI は勝手に解釈しなくて、宇宙ステーションの場合だとそれ起こんないじゃないみたいなことになっちゃうんで、うんうん、間違った答えを出していくということなんでしょうね。うんはい、ということで、そういうグラウンディングというか、世界の常識を教えない。 別の形で教えないと、テキストだけで学んでも世界を学べないというふうに思ってた、数年前まで研究者みんな思ってたんだけど、うん、いや、うん、学べる、十分もう学べてるねというところに驚いているということかなと思いますねイデアサスキバーさんとかも、そのデータだけで超知能を作るみたいなふうに言って資金調達してやってますけれども、うんうん、ここら辺に気づいてるんで、体がなくても生きるって言ってるのかもしれないなと、ちょっと改めて思いました。 そうですよねだから本当、我々も体がないととずっと主張してたんですけど、うんうん、いや、そうでもないかもね、もちろん完璧にするにはね、やっぱり人型ロボット乗せるのが完璧だと思うんですけども、うんうん、まあまあ、完璧じゃなくて、ある程度の性能だったら、言語モデルだけでもできちゃうのかなというふうにトップレベルの人たちの考え方は変わってきたということが、ちょっと面白いかなと思いましたね。そそそ体作っっても人ととは違いますますすあそうですよねじゃあ最後に私の方からちょっと宣伝 というか告知させていただきたいんですけど、床塾というのをやっててですね、生成 AI で作る少人数大企業というテーマで、10月から月に1回、都内某所で6回やります。全6回で15万、税別ですね。受講希望者は私までメールをくださいということです。これ結構 OBOG の方にに好評ですぐに埋ままってしまっ うので少人数なんで10人ぐらいの勉強会なんでご興味ある方はぜひ急いで申し込んでくださいということです。これ自分も26期ぐらいからずっと何回も何回も参加していただきました、ね、参加してて本当これめちゃくちゃ面白いんで、はい、今日こういう話う、ね、興味ある方はぜひそうですねはいありがとうございますはいと,ということで今週はこんな感じでありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたはいじゃどうもさよならさよなら